皆、ま、こんにちは絵画買取プロ週刊堂の金子でございます、えー、今日はですね、この金子邦義さんの作品についてちょっとご案内をしたいと思っております。えーまあ、金子邦義さんですね、埼玉県の蕨市にお生まれになりまして、えーまあ、日大芸術学部を経てですね、その後、あの少しグラフィックの仕事に就かれるんですけれども、やがて、まあ、あ絵を描き出してですね、まあ、青木柄をさんですとか、さまざまなところで個展を行ってですね、 えー、まあ、なんていうんですか、こう美術館にもですね非常に大きな衝撃を与えた人物のお一人でもございました。 まあ2015年にですね、突然、ちょっと亡くなられるということがあったんですけれども、まあ、その後もですね、だいたい1年に1回は、あ渋谷の東急の文化村さんでですね、ギャラリーで、えー、その後、金子さんのお店の方がですね、引き継いで個展もやられたりもしておりますし、現在の美術のマーケットでも、非常にですね、あのー、今、人気が高まってきているお一人でございます。まあ、なんていうんですかね、このおーまあビートアークといいますか。 何、えーまあ、て言うんですか、あの生徒じゃと蛇といいますか、まあ、そういったもの、を相反するものをです、ね、描き続けてです、ねまあに、人間本来の美しさを見いだしたあ絵描きさんということでも知られておりますけれども、この金子國吉の作品ございましたら、えー、私ども、かいと買い取りプロでぜひ評価をさせていただきたいと思っております。 海外コット買取プロを運営しております週稼堂では、金子邦吉さんの作品を高く評価してお答えしております。こちらのフリーダイヤルからまずお問い合わせをいただきまして、オペレーターが丁寧にご案内しておりますので、ご連絡お待ちしております。